って振り込まれたよ。振り込まれた。その頃はどこにいたっけな。神奈川の、なんだっけ。まだ八王子に来る前だな。八王子に来る前。脅した？だって脅しようも何もないじゃん。通話で話したこともないのに。159号。何をネタに脅すの？だって。住所も知らない、連絡先も知らないのに。確か、ツイッターの DM かなんかでやるとりしたのかな？ちょっと忘れたけど。メールかなんか。そんなもんじゃない？木更津じゃないや。木更津の後は D プラスだからだって。振り込まれたら急に冷たくなり、切ったって聞きました。切ったも何も俺がニコ生からツイキャスに移っただけでしょ、ただ。んでツイキャスに来なかっただけでしょ。気持ち悪くない？だってそれの方が。お金が振り、その人が振り込んだ、急に冷たくなった、意味がわからないでしょ。別に特別お金が振り込まれたからって、その人を特別することはないよ。これね、僕にお金をさ、振り込んでくれたりとかしてる人、今にも、未だにいますし、トロカフェね、今日2個送られてきたけど、送られてきたけど、別にだからって言って俺特別しないよ。その25万くれようが、50万くれようが、100万くれようが、特別しないっす。しない。別に悪く言わないよ。その時は感謝するでしょ。だって俺がどこに住む、どこに住むかも決まってないんだから。犬目に住んでる時、犬目に住む前は。秦野は八王子ビジホール前。そう、辰色。秦野の時。25万もらったの。そうだね、秦野の時だね、25万もらったのは。それはただ単にさ、その25万、その、何25万くれた人ね、25万くれた人が、ただ単に何か特別し得た、もし、特別し得たいと思って、なんか違うなと思ったからじゃないの？わかんないけど。なんで最近くれるんだろうと思う？知らねえ？考えないだろ、そんなもん。考えんの？いちいちなんで大金くれるんだろうなんて。全部使った。だから、なんっけ？こっちに住むときに、八王子に住むときのお金にしたよ。春いらっしゃい。ここに、ね、ここじゃなくて、前の家に住むときのお金。俺にお金をくれたりとか物をくれたら、俺が何かしなくてはいけないの？だったら受け取らないけど、そんな話ならば最初から受け取らないよ、俺は。お金をあげますから何かをしてくださいね。自分に特別色をつけてくださいね。例えば米粒に色をつけてくださいね。毎回コメント読んでくださいね。優しい言葉をくださいねって言うんだったら僕はお金は受け取らないよ。そんな話ならね。181いらっしゃい。愛知いらっしゃい。これは前から昔から言ってる。じゃあ最初にそう説明したかい？そう説明も何も相手から特別に何かしてくださいねなんて言われてないから別にやる必要はなくない？166。最初に相手に言われたならばわかるけど。別に俺ネット放送やってんじゃねえんだから。直売り別に怖くないよ。なんで怖いの？佐野は支援者を優遇しやがる。俺は関係ないね。ここでアイテムを投げようが、別に直売りしようが、現金を直接もらおうが、何しようが、別に俺は関係ないと思ってるけど。常識でお金もらったら何かを返すだろう。常識でお金をもらったら何か返す。だから言ってんじゃん。俺は何もしませんよって言ってんだから、お金をじゃあ振り込んだりとか渡さなきゃいいじゃん。どう？112番さん。僕は何もしませんよって言ってる以上、じゃあ僕に何もしなきゃいいじゃん。だろ？
それだけ。じゃあしないで、じゃあ。うん。以上だよ。狸だけだから文句言ってんの。以上だろう。デメリットだらけじゃ生きていけない。何が？知らない。寝惚れてる人だから、だから何か僕にしてほしくてお金をくれたりとかするんだったら、いらないからくれなくていい。以上。どう？俺にアイテムをくれたりとか、現金をくれたりとか、物をくれて何かをしてもらいたいなと思う人は、ね、僕は何もしないから、あげない方がいいから、以上です。これだけだ。昔から言ってること。そんなもん。え、だからしないでって言うの。182、その態度がおかしくないじゃなくて、僕はしないと言ってる以上、じゃあしないと言ってる人間に、自分が何かされたいと思ってる人間がしても意味ないでしょ。うん、得が欲しいわけでしょ。だからあげなきゃいい。あげなきゃいいでしょ、僕に。それだけよ。横浜の親父、いらっしゃい。うん、優遇ないよ。まあそんなもんです。なんか若々しい。ああ、これ光の加減だな。光の加減。あとすげえ日焼けした俺。まあそんなもんだな。佐野は支援者の米を中心に話題を広げる。そうなの？そんなん選んでんの、いちいち。俺は言った、当たり前でしょ。198、当たり前でしょよ、そんなもんは。俺放送外でやってもら、放送外でやってもらったこと、放送内で映せない部分ってあるじゃん。例えばその25万の件もそう。リスナーさんからもらったと言ってるけど、名前は言ってないよ。それはリスナーさんがターゲットになるからね、その時は。だから個人的にありがとうって言うでしょ。それはやり取りを返してるよ。それは当たり前でしょ。それは当たり前じゃん、普通に。だからって言って、じゃあ放送で特別するかって言ったらしないよ、あからさまにね。やらないよ、それは。放送に来てる時はみんな平等です。ちょちょりいないし。ていうかさ、その25万の話だっていつの話？もうさ、かれこれさ、5年前とかの話？ 6 年前ぐらい？5年前とか6年前の話でしょ？え、どんだけって話じゃない？どんだけ前の話なんだよ、それ。まず、その話が今頃出てくるって。何がしたいのかね？自慢したいの？ただ単に、そんなことを言って。5年だぜ。ニコダメの時から俺がツイキャスに行ってからとかで出てくる話だしさ、そんなの。もうさ、ニコ生やめてさ、ツイキャス行って、ツイキャスからニコ生行って、ニコ生からふわっと戻ってきてんだよ、俺。意味がわからねえんだけど。
何なんかさ、俺の放送に長くいた人って、じゃあ俺の放送に長くいた人って、もちろんついてくる人もいるよ。ニコ生からキャスとかツイキャスとかフワッチとかついてくる人もいるし、そこでなんかさ、ニコ生時代は自分が、ね、その、うちってさ、独特じゃん。リスナーが子ではなく団体みたいな感じでもあるじゃん。だからさ、その輪に入ってる時はいいけどさ、輪に入れなくなった時、ね、輪から漏れた時、そういう時なんかギャー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 言う感じがする。チップいらっしゃい。わからないけど。多分さ、なんかさ、リスナーの中であんだろうな、自分も子さんになったからここではこうやって堂々とコメントできる、なんか居心地がいいみたいなのがあってさ、また一から始めるとさ、自分もさ、他のリスナーからすれば認知されてないからさ、みたいなのあんのかね。はい、いらっしゃい。わかんないけど、まあなるべく挨拶するようにしてる。そもそもしーちゃんでしょ。しーちゃんに関しては、しーちゃんに関してはもう個人的な情報があるからさ、何も言えねえけどさ、LINE で繋がるも何も、LINE 登録してるけど、みんなリスナーさん登録してる人いるけど、俺 LINE のやりとりなんてほんとありふれると思うんだよ。例えばさ、うちの放送で言えばネムネムがアイテムね、先月とかいっぱい投げてたやん。その前とかもそうだけど、ネムネムとか放送に来れない時に、放送ちょっと当分来れなくなりますんで、どうこうですって、ね、すいませんみたいなの来るけど、いいよ、来れる時に来ればって、また楽しくコメントしよう、コメントしてまた来てよて。そんなもんだよ、俺返してんの。いろんな人来るよ。いろんな人来るし、それに対して別に特別何かないよ。みんな全員。一日何十件って来るけどさ、LINE なんて。それに対して返さないのもあれば返すのもあるだけ。いや別にいいんだよ。だって、今のリスナーじゃないじゃん。俺からすりゃ、自分の放送にもう来なくなった人間はリスナーではないんだから。過去のリスナーでしょ？あんな過去のリスナーいつまでも自分が追ってないでしょ？その人たちリスナーじゃないんだから。本当に。そんなもんよ。LINE の通話流されてたよ。引いたわ。159！ 嘘つけお前は。僕、LINE やってません。ニコ生時代。159、嘘つくなよ。ニコ生時代っていうのはね、スカイプでのやりとりが基本であって、LINE なんていうのはなかったっす。つかメジャーじゃなかったのかな？俺が知らなかっただけかもしれないけど。なんで嘘つくの？そういうところよ。なかったんじゃないかな、俺が知ってる限り。俺は、その子、ニコ生時代ってのはみんなスカイプだったよ。スカイプ。それで、なんでスカイプをやめたかっていうと、今ね、ツイキャス配信やってるエビゾーっていう方いるんだけど、ね、あの人が、大手配信者とか有名な配信者の、スカイプバーをリスナー使って、何度も何度もピコピコピコ通話すると、スカイプが、不正に使われてると認識し、スカイプがバンになるんだよ。それをいろんな、俺もそうだし、横山みどりもそうだし、いろんな配信者がやられたのよ。それでみんなスカイプを使わなくなったの。俺ももちろんそうだけど。スカイプバンされるのね。もう少し冷静に話せないの？それじゃあ社会で通用しない？182。お前が社会のこと持ち出すのはちょっとおかしいんじゃない？コメントで挨拶もできない人間が、それじゃ社会で通用しない？僕に言う前に自分が社会で通用する人間になってからにしようぜ。